はじめまして、こんばんは、橋本です。まあ今ね、台湾のねパイン農家さんが困ってるっていうことでね、あちこちで、ね、日本中どこでも台湾パイン買えると思うんですが、まあそうだけじゃなくてね、すごく美味しいパインなので食べてみてください。台湾パインなんですけど、芯の部分もね柔らかくて食べられるっていうことでね、芯は取らなくていいみたい。この葉っぱのとこね握って、えいっとねじるだけ。じゃあね、台湾パインの水差しはできたんで、別動画になってると思うので、水差しの方ね気になるっていう方はね、そちらの方も見てみてください。じゃあね、早速ねこっちのパイン切って食べていこうと思います。ちょっとねここじゃ切れないので一旦スキップ。パイナップルね切れました。っていうかね、1日経ってます。来客があってね、ちょっと続き撮影できなかったんで、翌日になってます。でね、まだまだパイナップルの再生栽培の方も全然変化なく元気。で、パイナップルはね、こんな風に切れました。台湾パイナップルね、こんな感じで書いてあるんだけど、芯をね、取る必要がないパインなんですが、今回はね、あえて芯をね、取りました。なんでかっていうと、芯だけで食べてみて、本当に美味しいかどうかっていうのをね、食べてみたかったんで、芯は取りました。残りはね、冷凍しちゃった。またね、冷凍庫突っ込んでくるけど、果物のね、冷凍したやつとかよく売ってるじゃないですか。ああいうの好きなんでね、こんな感じで冷凍してみました。じゃあね、早速ね、食べてみようと思うんだけど、このね、冷凍のやつ、溶けちゃうんで、冷凍庫にね、突っ込んでくるね。じゃあね、片付けてきたんで食べようかな。まあ、こんなに全部食べれないけどね。手づかみで、左遷。マジうまい。じゃあ芯の方もね、いただきます。マジうまい。思ってるパイナップルとは違うかも。酸っぱいイメージとかさ、口の中がイガイガするイメージとかない？全くない。めっちゃ甘い。でね、今回ね2つ大きいのとちっちゃいの買ってきたんですけれど、なぜかちっちゃいやつの方が酸味は完全になかった。本当に甘い、パインジュースよりも甘いみたいな、酸味もないみたいな、すごくね甘くて美味しいパインでした。でこっちの方はっていうと、ちょっとイメージするパインよりなので、若干の酸味はあるんだけど、口の中がねイガイガする感じとかは全くなかったね。で、糖度はねかなり乗ってた。結構個体差もねあるのかなって思いました。でもね、どっちにしてもすごくね、糖度は乗ってて、酸味とかは少なくてね、とっても食べやすいね、パインだったかなと思います。じゃあね、今日はね、これぐらいにして、もしね、パインのね、この再生栽培気になるよっていう方はね、そちらの方の動画もね、見てもらえればなと思います。この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もね、ポチッとしていってください。Twitter、インスタもね、始めてますので、もしよろしければね、フォローの方もよろしくお願いします。本日はこれまで。また次回の動画でお会いしましょう。